ヒロモアナはアメリカ海軍の海洋観測官。ハワイ大学に対応されており、実際の運用は同大学マノアコ海洋地球科学テクノロジー学部に設けられた海洋センターが行っている。官名は海洋学者を意味するハワイ語の単語に由来する。アメリカ合衆国では大学を含めた海洋学関係省機関の海洋調査船を一元的に 統合を運用する大学国家、海洋研究所システムと呼ばれる枠組みが存在する。本船は、ハワイ大学マノアコ海洋地球科学テクノロジー学部に、太陽の上でアナルズの枠組みに参加することを前提として、1997年度の海軍予算で建造されることとなり、1999年10月27日に4230万ドルで、 発注がなされた。計画は、ロッキード・マーティン社によって調整されており、造船所としては、ジャクソンビルのアトランティック・マリーン社が選定された。また、パシフィック・マリーンサプライ社や GTE、BBN 社、さらには、三井造船も建造に協力した。なお三井造船は、1980年代に、日本の海洋科学技術センター向けの海中産業実験船として、 本艦と似た船型の海洋を建造した経験があった。後方からの官営本線の最大の特徴が、反没水型騒動船系の採用である。没水船体は、全長52.12メートルで、前方には陰見式のフィンスタビライザーを、後方には固定式のフィンスタビライザーを備えている。スワス船形は、 通常の単動船と比べて波浪による船体の揺れが格段に小さいという特徴があり、本館の場合、C ステート6の海峡でも完全な状態での運用が可能である。また、乾板面積を広く取れるのも特徴の一つで、乾板上には414平方メートルに及ぶ作業スペースを確保して100トンの機器を搭載可能とした。ローフや各種観測機器、 深海軽流装置の投入、要衆に対応しており、完備には力量9トンの U フレームクレーンを備えている。これらの要工事を含めて海洋調査にあたっては、精密な操船が求められることから、自動繊維保持装置を備えているほか、統合船橋監視システムを構築している。これは TSS 射精ポス、メガボルト320及びポス、 メガボルト30完成計測装置、冷静音射精 STD-20 ジャイロコンパス、冷静音射精、レイチャート420ディファレンシャル GPS、およびインマルサットを連接している。なお、観測機器が主推進機に絡まる恐れがある場合には、主推進機を使わずとも、バウスラスターだけで重量9トンのアレーを3ノットの速度で栄光できるように配慮されている。また、 海洋音響装置としては、深海用のシムラット EM120 マルチビーム、促進機、旋回用の動射性、EM12 マルチビーム促進機、水路測定用の動射性、EA500 促進機、動射性 HPR418、音響測位システム、そして、冷静音射性795型音響促進機を備えている。ありがとうございます。